ジョアンデ・ブラガンサは、ポルトガルの王族。女王マリア二世とその王廃フェルナンド二世の間の王子。ベージャ校の儀礼称号で呼ばれた。全名は、ジョアン・マリア・フェルナンド・ペドロ・デ・アルカンタラ、ミゲル・ハファイル・ガブリエル・レオポルド・カルルシュ、アントニオ・グレゴリオ・フランシスコ・デ・アシス・ボルジャ、ゴンザー・ガ・フェリクスでク・で作成コ・ブルゴ号体・ブラガンサ。ジョアンは、軍人としての教育を受け。 騎兵連隊の連隊場となった。ジョアンはすぐ上の兄のポルトコールイスと共に、イギリス、フランスを訪れていたとき、長兄のペドロ5世が、にわかにコレラを発病して休止したため、ポルトコールが、ルイス1世として、王位を継承し、ジョアンは、その推定相続人となった。しかしジョアンは、ペドロ5世の死の1ヶ月後に、兄と同じくコレラにかかり、 未婚のままわずか19歳で亡くなった。ブラガン酒の墓所があるサンビセンテで放羅修道院に葬られた。ありがとうございます。